スーパーの前にできた長い行列。お目当ては、今日県内の量販店などで販売が始まった GoTo 利用クーポンです。高知市のサニーマート山手店では、午前9時の開店前から行列ができ、整理券が配布されました。9時2、3分前に。すごいですね。僕で73番か。このクーポンは新型コロナでよさこい祭りや結婚式が中止となり売り上げが減少した利用業界を盛り上げようと高知市の補助金を活用して企画されました。5000円分のクーポンが3000円で購入できます。なんと4割引き。全部で2万5000セットが用意されました。高知市の理容店と美容室402店舗で今年12月末まで使え、高知市外に住む人も使用可能です。サニーマートやツタヤなど県内40店舗で今朝から販売されましたが、開店前から長蛇の列。今日1日で全店舗で完売となりました。サニーマート山手店では販売開始から1時間ほどで用意していた900セットが売り切れました。5セット買いました。嫁さんに頼まれてだいぶ得だなと思いましたけど、今まで我慢してたんですけど、ちょっとこうコロナも落ち着いてきたので、ちゃんと感染、ね、対策してるお店に行きたいなと思って買いました。行きつけの理容師さんにお勧めいただいて、お電話いただいて、買ったら安くなるよってスーパーで買い物もありましたし、寄りました。母と使おうと思ってます。お得なクーポンの販売に期待を寄せるのは利用者だけではありません。高知市葛島の利用店、紙切りクラブです。コロナの影響を受け、去年の4月と5月は売り上げが3割から4割ほど減少しました。そんな状況を打破しようと、店の外で施術をする散髪屋台を企画。5月から8月の4ヶ月でおよそ400人が利用しました。午後にはクーポンを購入した男性が来店し、早速買ったばかりの券を利用していました。今日もともと来ようと思ってて、でたまたまチケットの発売日で、ありがたいですね、ギリギリだったんでしょう。もう本当に最後の一組ぐらいで、帰ってラッキーでした。店も理美容業界の新たな一手に期待しつつ奮起しています。私たちの業種が安全で居心地の良い場所であると認識していただいて、ぜひいつもの行きつけのサロンで楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。クーポンは4割引きですが、技術は4割増しでやらせていただきます。